ジャンカルロ・ロタは、イタリア出身のアメリカ人数学者、哲学者。専門は、関数解析学、作用ソロン、組み合わせ論。組み合わせ論の研究を大きく進展させたことで、知られる。イエール大学で博士号を取得後、1959年から、MIT で教弁を取る。応用数学及び哲学教授。1999年没。 MIT での教授職以外にもロス・アラモス研究所、ランドコーポレーション、ブルックヘブン国立研究所において、コンサルタントや共同研究も行った。関数解析についての研究で博士号を取得し、作用ソロンに関する論文を数編書いた後、1959から60年にかけて、組み合わせ論を用いたエルゴード理論について2本の論文を発表する。 1964年に発表した論文 In the Foundations of Combinatrix Theory はそれ以後の組み合わせ論の世界を大きく変えることになった。さらに同じ論文タイトルで1992年までかけて計10本の論文を発表。1本目以外の9本の論文はすべて共同研究者と共に書いている。1988年にはスティール賞を受賞。 1964年の論文について、組み合わせ論を現代数学の主流に組み入れた、最大にして唯一の業績と評価された。執筆した書籍は4冊程度あるが、論文集やエッセイが多い。生涯で出版した論文数は数学と哲学合わせて200本近くに及ぶ。ありがとうございます。